あなた方が起こした原発事故でその尻拭いとして収束作業、危険な作業をしている方がどういうふうに毎日夜を送っているのか、そして朝を迎えるのか、ぜひ見ていただきたいんです。今これ夜のシーンです。手帳に今日は何マイクロシーベルトかってことを手帳に書かれて、それから寝られるわけです。私は今日ここに来る前に文科省の前で福島疎開裁判の皆さんが抗議活動をやっているのを拝見してからここに参りました。その話を聞いているとき、去年の3月12日から4月、5月、6月、7月と避難するまでの日々が頭の中をよぎりました。そしてなぜもっと早く福島を離れなかったんだろうという思いが込み上げてきました。私には当時5歳になる息子とまだお腹の中にいた赤ん坊、今は6ヶ月になる赤ん坊がおりました。私の判断が遅れたばかりに長男にも長女にもたくさんの被爆をさせてしまいました。本当に子供たちに申し訳ないと思いました。でも私はまだ早めに避難した方の人間だ。まだたくさんの子供たちが福島に残っているんです。なぜ福島に残らざるを得ないかといえば、政府が、経産省が、環境省が、文科省が年間20ミリシーベルトという恐るべき規制を敷いて福島に子どもたちを留めているからじゃないか。さあ恥を知れ。私は郡山にいるとき、幼稚園の父兄と一生懸命除染をやりました。でも山も川もみんな汚れてる福島ではもう除染には限界があるということをすぐに気がつきました。しかし今回原子力規制委員会の委員長候補に上がる田中俊一は一貫して今でも除染ありきの考えを進めております。この人間がなぜこのことに気がつかないのか。とうの昔に気がついてるはずだ。でもなぜやめないか。それは命を守ろうとも思ってるわけでもなくて、子供を守ろうとも思ってるわけではなくて、原子力推進の未来を守ろう、このことだけを思ってるからこんなことができるんじゃないか。原子力村出ていけ。原子力村出ていけ。原子力村出ていけ。原子力村撤退しろ。原子力村撤退しろ。